自分が不幸になったのは、略奪愛を受け入れなかった奴が悪い。微妙に執着が、重い正義ではある。独裁性への傾倒？私は正しい。私こそ神である。その先。そのイメージの先は今、なんとも凄惨なバラバラ殺人事件の、それ、ではある。正義、民主主義のその結末として。しかし、略奪される側としては、八つ咲きにしてやる。それは、感情論的には、割と妥当な応報。悪いのは誰だ？そして誰もいなくなる。絶対に許せない。その果てに、両方とも消えてしまう、結末。彼らの帰結は破綻しかいない。がしかし。戦争、が、オーガさん、で止まるとき、その両者は、どうなるのだろう。ともかく富岡八幡宮の宮司は、両方とも、死んだ。昭和天皇に役職を回すわけにはいかなかった。その時代の名残か、混沌の結果か。理解の歪み？